にちは、セラフォアです。今日はですね、新商品の紹介の動画になります。今回ご紹介するのはこちらですね。ライトストーンウォールシリーズの、新しいデザインで、ライトストーンウォールの、300画、ランダムスクエアという商品になります。はい、今まで、セラフォアではこちらですね、こちらのライトストーンウォールシリーズ、いろいろなサイズを、販売してきました。こちらは、600×300 のサイズ、ちょっと大きいサイズと、あとはこちらの 600×150 のサイズと、こちらの、300×のサイズをこれまで、販売してましたが、そちらの新シリーズということで、こちらの5色ですねを紹介していきたいと思います。ライトストーンウォールシリーズを、ご存じない方のために少し特徴を説明すると、こちら素材が天然の石、天然石になっているんですが、こんな感じでとっても薄いんですね。これは、特別な作り方で薄く石をスライスしてこのような形にしています。でもう一つ大きい特徴としてはこちらですね、こんな感じで裏がシール状になっているので、接着剤とか、そういうものがなくても簡単に壁に貼れるのが特徴です。はい、あとですね、こちら、1枚あたりの重さなんですが、約 350g から 500g くらいなので、とても軽いんですね。なので高いところとかこうやってやるときによいしょってやらなくても簡単に貼れるので、DIY 初心者の方にとてもおすすめの商品です。であとカラーのご紹介なんですけれども、こちらがシルビアというカラーになります。そしてこちらがヘラレッドですね。こちらがインディアンオータムというカラーになります。そしてこちらがギャラクシーブラックですね。でこちらがブラック、こちらの5色で展開しています。こちらの商品の施工できる場所なんですが、屋内の壁であれば施工ができるという形になっています。屋内専用の商品になります。でですね、今回のこちらのランダムスクエアの特徴、デザインの特徴なんですけども、今までも同じサイズの300画というのはあったんですが、大きく違うのはこうやって見ていただくと、こちらは5センチ角の細かい石が集まって300画になっているので、1枚の中でも凹凸とかデザインが柄みたいなものが違ってくるので、壁に立体感が出て非常に石ならではの良さが楽しめるかなという商品になっています。で、セラコアにもですね、こういったランダムスクエアの商品がいくつかあるので、それと少し比較していきたいなと思います。こちらが、タイルで作られている、ランダムタイプで、こちらが、天然石ですね。天然石で作られている、ランダムスクエアになります。大きな違いはやっぱり、重さがまず一つありまして、こちらはだいたい2キロぐらいの重さがあるので、ちょっと重たいかなというところで、こちらも 1.5 から 1.6 ぐらいの重さがあります。でそれぞれ、タイルはタイルなりの厚みが多少あって、こちらは天然石なんで、それなりに横から見てもらうとしっかり厚みがあるんですけれども、厚みがある分段差がしっかりくっきり出るので、立体感みたいなものはこちらがすごくいいんですが、その代わりちょっと重たいっていうところがメリットで、タイルですと表面がつるっとしているので汚れがつきにくかったり、そういったメリットもあります。で、この辺の比較になってくると、こちら先ほどの、ライトストーンウォールシリーズはとても軽くて、施工がしやすいですね。裏がシールになっているので接着剤とかいらないんですが、こういったタイプの商品は裏がこうやってネットになってて、こういった専用のタイル専用の接着剤とかを使用して、こういったコテで接着剤をつけてからこのような感じで貼っていくっていうのが一般的なんですけど、
どうしても、それなりに重量があって重たいので、初めて DIY をする人とかはちょっとハードルが高く感じられる方もいらっしゃるので、まあ、そういう方には本当に軽くて、両面テープで貼れるステッカー感覚で貼れるこちらの商品をおすすめしたいなと思います。でもう一つ、こちらの商品の大きな特徴としてサイズ調整がしやすいというところがあります。というのは5センチごとにこうやって折れ目がついているので簡単に切ることができます。なので結構細かい場所でも、簡単にサイズ調整ができるので、例えばこんな感じで家にニッチとかがあった時にこういう小さいスペースでも、貼ることができます。実際に今日はここにちというふうに仮定してここに1枚貼っていきたいなと思います。今回はちょっとこれ背景が赤なので、さっきの5色の中からこのテラレッドを貼っていきたいなと思います。でこれを貼ろうとするとですね、ちょっとやっぱここ大きいのでちょうど一区画分ぐらいはみ出ちゃうので、この部分をちょっとカットしていきたいなと思います。でこんな感じで折ってもらってですね、よいしょ、カッターで簡単にスーッと切ればこんな感じで、はい、サイズ調整ができます。で、こちらを青いところが剥がすとこうシール状になっているので剥がしていただいて、感じでシール感覚で誰でも簡単にこう貼るだけで DIY ができるので、本当に初心者の人から、お子さんとかまで興味ある人はぜひ挑戦してみてほしいなと思います。絵になってる？どうぞ。絵になってる？なってる。ではこの大きめの壁に全面に貼っていきたいと思います。さっきと同じ要領で、はい、どこかこう角から貼っていった方がどこか基準が決まるので貼りやすいかなと思います。今回は下から貼っていきます。こういう時に隣と隙間が開かないようにしっかり見ながらやっていくのがポイントです。
一つ貼り方のポイントというかコツがあるので、紹介しておきます。分厚い石と、分厚くないちょっと薄めの石があると思うんですが、分厚い石を薄い石の隣に持ってきてあげると、はい、こんな感じで凹凸が強調されるので綺麗に貼れると思います。ポイントは？ポイント、シートとシートを合わせるときにこの隣同士、あとは下と上ですね、ここに隙間がどうしてもできやすいんですね。はい、ここをなるべくギュッとその方向にギュッと下に詰めてあげると隙間がなくなって綺麗に入るので、こういう細かいところを少し気をつけてあげると仕上がりが綺麗になります。はい、完成しました。こんな感じで壁一面に貼ると、やっぱり天然石なので波動球感とかも入っててすごくいい感じに仕上がったんじゃないかなと思います。今見ていただいたように、裏がシールになってて、本当にどなたでも簡単に、DIY でできちゃうので、本当に初心者の人に、向けて作った商品になるので、ぜひ、どなたでも挑戦してみてほしいなと思います。施工してくださった方はぜひセラパーの方に施工写真を送ってください。商品ページとかそういったところでご紹介もさせていただいております。はい、セラコアでは、こんな感じで DIY で使える便利な商品とか、DIY で使える知識とかを紹介していますので、ぜひチャンネル登録、高評価の方をお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。